あれって何なの？俺全然知らん。遅くね。ごめん。4年前くらいから行った。そんな前じゃないか。行った当初から行って。結構あれ話題になったやん。俺全然もうなんかそっか。取り残されてる。取り残されてるね。出会いに興味なさすぎて取り残されてるの完全に。取り残されてる。ね。そうか、相席屋っていう手があるんだね、出会おうと思ったら。でもあれ、どうなの、最近桜減ったの？なんか桜がさ、多いみたいな。店によるあれも、フランチャイズみたいなところ、直営みたいな。フランチャイズみたいなところは、桜っていうか、やっぱりあれって、うん、女の子が行った方が多かったかな。まあ、まずここは湯山にどんなシステムかをちょっと。はい、お願いします。まずは相席とはどのようなものか。単純にまあオープンみたいなのができる。即同梱、同梱が即できる。前で狙いとか。あ、でも一人で自分が相席屋に。あ、そうなの。二人でいいか、二人以上必ず。一人で。一人は。まあ、正直俺も勇気いるなと思いながら今言ってたけど。二人か三人。4人で行ったら1人に分かりやすくなる。で、ただ結構女性の感じが昔はシステムに変わった使い方は変わったけど、今はもう女性が完全に完全無料なの。多いんだよ。だから今ね、女性超多い。ただ酒やん。そうなんだ。すごいよね、それ。女に生まれたかった。で、男は店によって違うんだけど、30分制。はあ、時間制なん？頼んだ量じゃなくて時間制なんだ。そう、昔は酒は相席してる時だけ酒は飲み放題で、ご飯はちゃんと例えば500円とか注文した方が払うっていう。あ、そうだ。そう。だからまあその女性が頼んだ方が絶対安くなるんだけど、うん、女性は頼んだけど、でもそれを男が食べてるところ見たら注意されるっていう。結構店側も監視しなきゃいけなくて、多分そうだね。それも目に取ってシステムなくなったんだけど、今は食、ご飯を食べる。ただ相席してるときだけ。そういう感じで。なるほどね。で、男は時間制でお金は増してくる。っていうのは結構昔に流行った。いや、そうなん。流行ったよね。だからもうすげえ並んでるの。3時間待ち。そう、今通った時ガラガラだったよね。全然そうだろう。まあ多分この時間だったらすぐ挨拶。あんまり遅い時間だと、だからこれくらいの時間だったら行けんじゃん。なるほどな。じゃあ俺が今行くとするじゃん。行きたいの？いや、ちょっと俺行きたくないけど、俺が行くとするじゃん。で、女の人の方が多いでしょ。選べるの？選べないの。え、なんだそれ。いいんだよ。風俗やん。いや、そんな女の人いっぱいいるなら、俺ちょっとあの人と相席したいんですけど。キャバクラ。キャバクラがチェンジはできる。
あー、そうなんだ。30分でチェンジだ。いや、もう単純にこそこそ店員にすいませんチェンジしたいんですけどっていう店員に聞いてすいません、店員の方になりますよ。ただ最近それも流行りすぎて女性が気づくようになっちゃうんですね。普通にチェンジって言われてよね、あれみたいな。チェンジしなくなっちゃった。なんか不細工でも金出してくれる男がいいのかな。いや、そこはでも本当に出会いも含めて、会わに行けば出会えればみたいな、ただの目指しみたいな、そんな子が多い。すごいな。なんかすごいな。よく合コンとかでさ、あれ何やれちゃうんだよねみたいな、エッチゲースみたいな、そういう流れで会話をするみたいな。ああ。え、何々とかクラブとかで、よー、久しぶり、全然知らない子に声かけてる。飲んでる、久しぶり、知らねえっすみたいになるんだけど、そっからきっかけが使われるから。そっかそっか、話せる。俺一回天然でやっちゃったかもしれない。普通に本当に知らない人に、すいません昔会ったことありますって、全然会ってないですけどって言われて、なんか俺も普通にドン引きしたって。なんかお酒の席ならいいけど、シラフの席だ。そう、シラフの席で普通に間違えて、やっちゃいけないことした。そういうことじゃないわけね。そういうことじゃなくてもテクニックでなんかアドレスとかも聞けないでしょ、そんなに。最後はあれ、なんかアドレスって言っちゃった。そうだね、 LINE だよ、 LINE だよ、もう LINE ですよ。目跡使ってねえもんな。もう使ってるから。年上の女性と出会えますか。年上？大好きや。あのね、俺よりちょっと上だよ。どこだって、赤坂に R30 の大好きやってるから。行きたい。そこちょっと連れてって、マジで。そこならまあいいかな。俺結構ね。最近年上が良くて、急に、あ、もうほんとほんと、でも大学生となんかイチャイチャとか、なんかわちゃわちゃとか、まあ、ちょっとイチャイチャできればいいとは思うけど、あのね話がねちょうどいいんだ。話し合おうし、気使ってもいないよ。下も下に今日タメか年上ぐらいだったら同じように接せれるよ。だから同級生とさ、同窓会でさ会ってさ振り見しちゃうっていう気持ちがすげえわかる。ちょうどいいんだ。ちょうどいいくらい。なんかタメそうでもないか。いや俺タメは好き。タメがなんか気も使わないし、なんか昔とかはタメがすごく嫌いだった。なんで？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 タメってだけで、タメってだけでこれはやばいでしょ。ツンケンしてた。はいはいはい。あるある。でも、やっとタメが大丈夫年齢に。30オーバーそうだ、30以下の人は言っちゃいけない。どうなんだろう、印象とか提示するのかどうかは分かんないけど、いいのかな、言ったことないから分かんないけど、昔は相席はもう印象あったけど、40歳ぐらいで全然大丈夫。全然大丈夫。すごいね。全然大丈夫。急に変わったね。本当に。いや、昔から年上と付き合ってたから。ああ。最後。
なんか安定感ない欲しいやつすごいな、お前らもお前らですげえよ、なんか俺からしたら。だから、あのね、なんだろう、前にね、宮田も言ってたけど、お前が変わらなさすぎない。そう思わない？マジで？汚い部分も身につきますよ。そっか。何でも問題でも何でもでいないの。いや、まず出会いないね、仕事的には。出会いないないね。彼女が欲しいか欲しくないかね、微妙だよね、正直ね。なんかタイミングがあればいいなと思いつつ、すげえ彼女欲しいから伝えたら、いやーそこまでって思っちゃった。大学生の一緒よ。それですよ、今の若い子。そういうことでしょ。そうっすね。そういうことでしょ。俺みたいなやつが多いからダメなんだよ、大学生に。本当はね、なんか2人と話してると本当になんか自分が変わんなさに、なんか逆にちょっと変われよと思ってきたもんね。なんか悪い意味で変わってないもんね。まあいい面を見ればいい面もあるだろうけど、悪い面見出したら悪い方にも変わってないんだなっていう気がして。変わらないのもその特徴でもあるんですね。